埼玉アゲオです。バックライトからサーブ順に今日は10番のサーブトギバ上げてサンティアゴです。埼玉アゲオに8点目が入りました。第1セットファーストテクニカルタイムアウトです。遅れたので、1枚の時にストレート下がったところのあのフェイントっていうのは非常に良かったですね。クイックサンティアゴでミドルを使いました。ブロックにかける山岸拾ってサンティアゴ、ああ帰ったか。届きませんでした。埼玉行に16点目です。セカンドテクニカルタイムアウト。あのライトからの攻撃が欲しくて、今みたいにライトのところで点数が取れるようにっていうので、あの2枚がしたと思います。はい、ガーク高さがあります。サンティアゴブロック3枚飛んでいたんですが、その上からでしたね。これは仕方ない。シュネルのディグ打っていく。ポイント埼玉ゲオです。埼玉クイックサンティアゴ拾いました。止めました埼玉。第3セットです。まずはクイックサンティアゴです。まあ、今日の方はそうですね、シンナ選手が入ってきて、佐藤選手と場所がまたいい。ちょっと乱れたサンティアゴ、逃しませんでした。サーブクイックサンティアゴです。井上からサンティアゴというプレーでした。ブロック止めました。今放り崩した。ネット際どうか。入りました。埼玉ゲオサンティアゴを使います。堀江のディグからサンティアゴ。サンティアゴはここまでは決定率は 40% 前後というところなんですが、この数字はどう見ますか。さあチャンスボール、クイックサンティアゴ。にかかるラリーになる。クイックポイントは埼玉アゲオ。最後はサンティアゴ。ラリーが続きましたね。はい、井上選手のその前のブロックですよね。いいワンタッチ取れたのが後ろから堀江、これも帰る。井上サンティアゴ、ラリー結構この試合の中盤以降、まあ、ディグで反応できているシーンが増えている印象なんですけど、どうですか。はい、お互いにディグは非常にいいですし、まあ、特にクイックサンティアゴ。このサンティアゴのところはなかなか止められていません。岡山3人ブロックでついている。中央ですサンティアゴ。